60代から70代の12人が参加しました。マーサさんは膝と腕を曲げながら左右に動かすなどのオリジナルの振り付けを教えて、全員が音楽に合わせてリズミカルに体を動かしました。いや楽しかったですね、やっぱりなかなかこういう機会がないもんでですね、はい、すごく良かったです。ナイスっておっしゃっていただけるのがとても嬉しかったです。30年踊りますシンプルにダンスが楽しいっていう輪が広がってるっていう輪を広げる発信をしてるつもりなので、その笑顔を見られた時に本当に来てよかったなと、この絵を見るために来たんだなっていう思いましたね。いや皆さん